こんばんは。久しぶりのインスタライブやってみようかなと思ってます。そしてちょっと早いですが、もうベッドなので横になりながら真っ暗の中インスタライブやってます。なのでラジオ感覚で楽しんでもらえたらなと思います。そうですね、一旦まだ武道館を終えて10日ぐらいしか経ってないんですけど、なんかちょっとこうなんていうんですかね、余韻に浸っているというか、本当になんだろうな、こう自分の中で、そうですね、ちょっとこういろんな覚悟があったライブだったので、きっとなんだろうな、あの瞬間を見てない人だったりとか、あの瞬間あの場所に入れなかった人からするとちょっとまた違う見え方したりとかしちゃうのかもしれませんが、でもそうですね、これは結構みんなのためにやるというよりは、結構もう僕自身の思いを伝えるっていうライブだったので、そうですね、静観して見守っててもらえるとなと思います。だからすごい難しいんですけど、なんだろうな、こう変な話、言い方を誤解を恐れず言うのであれば、なんかこうみんなのためのこうライブではないというか、みんなに寄り添った形のものにはならないんじゃないかなというか、こう僕らの思いをというか、まあ何ですかね、この10年間やってきたものの集大成のような気がするので、きっといろんな意見だったりいろんな憶測があるんでしょうが、まだ僕ら自身も全く何も決まっていないので、ちょっとなんていうんですかね、本当静観してもらえたらなっていうのが第一ですかね。はい、きっとなんか想像つかないと思います。僕自身も想像ついていないので、ただ本当にあの瞬間見届けてくれた人、まあこんな本当コロナ禍で雪の中来てくれた人には本当に感謝しかありません。本当にありがとうございました。そうですね、それプラス、昨日日付的には今日かななんですが、昨日の深夜に、新曲をあげました。皆さん聞いていただけましたでしょうか。ちょっとね、すごい変わったというか、なんか斬新な新曲だったかもしれませんが、ノー告知でやってみました。いきなり新曲をバンと出すというか、はい、何の告知もなく
出してみました。なのでちょっとね、全然今までのマイワスを聞いてる人からするとちょっと全然違うってなるかもしれないんですけど、なんかねすごいやっぱ難しくて、いろんなものにこう挑戦したい気持ちもあるし、かといってなんだろうな、こう今までやってきたものを続けたいっていう思いもあるし、すごいね難しいんですよ。すごいわかるんだけどね、いやもっと激しいのやってよとか、もっとバラードちょうだいよっていろんな意見があると思うんですが、多分基本僕らあんまり寄り添うって形はないかもしれないです。僕自身がすごく気分屋なので、その時やりたい音楽をその時出したいものを出すのが原点なんじゃないかなと思ってるので、結構見失いがちだと思うんですけど、アーティストの人とか音楽やってる人とか、なんかこうだんだんやってると何だったのかよく分かんなくなってくるんですよね。でもなんか本当に一番最初にバンド始めた時とか音楽始めた時って、なんかそんなこと考えてなかったなというか、みんなに受ける曲を作ろうとかってそんな大それたこと考えてなくて、なんか本当自分が好きな曲、あの時その時好きだったバンドとかアーティストの曲を聴いて、わかっこいいな、なんかこんな曲いいなとか、本当なんか純粋無垢だったというか、そんな感覚で作っていた感覚にちょっと改めて立ち返ろうかなと思っていてですね、一旦まあでもあの曲作ったのはいつぐらいだったっけな、全然余裕で去年なんですけど、去年の10月とか11月とかだったかなぐらいな気がしました。なんでちょっとまた全然またいろいろこの3ヶ月4ヶ月ぐらいで変わってるんですけど、僕自身の気持ちだったりとか、こうやりたいものだったりとかっていうのが変わってきてるんですけど、結構最近はまたなんかロックというか激しいのいいなと思い始めてきた気分なので、なんかがっつりやってみようかなと思います。からね、なんかすごいすごい時代だなと思いますね、最近は特に。なんかなんだろうね、やっぱりこう SNS みたいなものができて、すごくみんなと距離がつながってる分、なんか今までだったら考えられないようなこう距離感だったり、つながりやすくなってるっていうものになってるのが、もちろんいいことも悪いこともあって、なんかこうそういうのに多分まだ僕ら自身も慣れてないというか、あんまり適応できてないんだなっていうのをすごい、なんかこう最近いろんな、ニュースだったりとかのを見てて、とっても思いました。なのでより僕らはこう僕ら
らしくというか、まあ、僕ららしくというか、もうそもそもなんかやりたいものをやろうかなとっていうあののに立ち返ることが改めてなんかできた気がします。なので次はちょっとどんな曲か分かんないんですけど、うん、まあでもなんか全然違うのやりたいな。なんかがっつりね、新しい形のラウドというかロックというか、まあもう結構ジャンルボーダーレスになってきてるけど、なんかそんなものを作れたらなと思います。そうですね、なんか逆に聞きたいこととかありますでしょうか。そう、もうツアーもなんか発表されてるので結構細かく回らさせてもらう予定なんですけど、まあライブハウス編とホール編とあと最後横浜アリーナかなやる予定なので、結構6月ぐらいからというか、多分ね今年はめっちゃライブ やると思います。それ以外にも結構決まってることもあるので、結構楽しいっていうか、まあライブメインの1年になるんじゃないかなと思いますね。そうそうそう、それこそジャイアントキリングとか、ジャイアントキリングもやりたいし、なんかこう他のあそんなとことやるんだみたいなとこともやりたいし、あとはなんだろう、今度ノイズメーカーとやるやつもまあそんな感じなんですけど、まあノイズメーカーはノイズメーカーはっていうかノイズメーカーさんは本当に僕らがなんだろうな、1、2年、そんなことないか、3年目4年目ぐらいの本当ポンコツで何にも分からず、なんか演奏もまとまってないし、そもそもどっち向いてるのかもよく分かんない頃から北海道一緒に回らせてもらったりとか、ずっとよくしてもらってた先輩なので、あの時僕らのことを支えてくれてた先輩方とはやっぱり一緒にやりたいなと改めて今思ってるので、今回出させてもらうことになったんですけど、なんかすごい楽しみですね。やっぱりすごい思い出深いし、なんか僕らができることがあればというか、まあツアー誘ってもらったのも嬉しいし、今回のノイズメーカーの対バンの人たちとかメンツとかすごいしさ、
やっぱりちょっとね、なんか感慨深いものがありますね。7年前ぐらいのものがあるので、結構やっぱいっぱいあったんですよね。いっぱいあったっていうか、まあ、特にあの当時が一番いろんなこういわゆるバンドっていう人と絡んでいたので、ですけど、本当に、なんだろうな、基本的に僕らはあんまりよく思われていなかったことが多々あったので、その中でもやっぱりノイズさんは優しくしてくれましたね、僕らに。なので、全力で頑張りたいと思います。そうだね、まあダイスとかね、そうダイスとも対バンというか一緒にやらしてもらうんですよね。でもう出てんのかな、情報。何人か知ってたけど、出てるよね、出てるから知ってんだよね。そうだね、ダイスのは、僕はメンバーのトールとしかちゃんと絡んだことはないんですけど、絡んだことっていうか、まあ仲良くしてんのがトールだけなんですけど、結構つながり自体はかなりあって、メイクさんが一緒とか、そう、結構ね、意外なつながりがたくさんあるので、なんか面白そうだなと思って、どんな感じになるのか全然わかんないですけどね、なんか楽しみだなと思ってます。かな、作詞するときは歌詞から作りますか、メロディーからですか。メロディーからですかね、作曲するときはか。なかなか歌詞から作ることはないかな。本当にまあいいのがパッて浮かんだら、そのままメモとかにメモっといて、なんかそれっぽい曲ができたらそこに当てはめることはありますけど、そんな歌詞全部作ってからってことはないかな。ワンフレーズできてて当てはめて、おーいいじゃんこれってなるぐらいですかね。基本メロディー先の方が多いです。そうですね、あとは、メンバーとご飯行きますよ。武道館終わった次の日、メンバー4人でご飯行きました。まあまあ、ずっと前から決まってたんですけど、4人で抑えて、まあ次の日だし行こっかって行ってきました。で、翔平だけは2日間経ってるんだよね。俺らやって1日休んでパスコードでやってるもんね。からすごいなんか燃え尽きてましたけど、また頑張ってましたね彼は。
アルバムか。アルバムはちょっとどうするかは全然考えてなくて、去年かな、去年ぐらいのそれこそインスタライブとかでは月に1曲ずつ出してこうかなと思ってたんですけど、なんかちょっと、まあ本当これはなんかこっちの都合だったりするんですけど、まあスタジオがなかなか抑えられなかったりとか、まあ曲が今この曲出したくないんだよなとかっていうのがすごいあったりとかして、ちょっと月1っていうよりはシンプルに精度のいいものを、あとその時自分がやりたいものを作ってこうかなと思ってるので、アルバムを作るかどうかはちょっとまだ決まってません。でも曲自体は今何曲あんのかな、5曲ぐらい溜まってるかな、5、6曲で、昨日出したやつ入れたら6で、パラドックスで7、7曲ぐらいあるかな。だから一応まあ出せるっちゃ出せるんですけど、いつでも出せるっちゃ出せるんですけど、なんかちょっと自分の中で選んでってます、曲を。テレビ出演の予定ありますか？テレビ出演の予定、まあそうですね、僕らが逆に決めれることではないので、オファーいただけたら出させてもらいますっていう感じですね。はい、そうですね、ゴルフね、まだ始めてないんですよね。なかなか翔平にもこの間言われたんですけど、いつ始めんねんみたいに言われたんですけど、いやーちょっとね、寒いしね今、ちょっとなかなかやる機会がないですね。森内博樹の活動ね、一応もう1枚ぐらいこうカバーのアルバムを出そうかなと思ってるんですけど、なんかなかなかね、やっぱりこう普通のただただカバーして出してもしょうがないので、アレンジをしたいんですけど、まあどんな曲をやるのかとかっていうのとか、あとはどんなコンセプトにするかとか、まあ前回は女性アーティストだけのやつだったんで、まあ次じゃあどうするのかとか、カバーするのか、何するのかみたいなことも全く決まってないので、ちょっと悩んでるんですけど、それが定まったらやろうかなと思ってます。でも結構もう最近はどっちかっていうとこっちのマイファスの活動の方が、てかまあ基本軸は当たり前のようにこっちにあるので、あの時はなんだろうな、コロナでそもそもマイファスが動けなかったりとかっていう期間でできたことだったので、割ともう最近結構活動できてるじゃないですか。特に今年とかはめっちゃツアーも回るしライブもするしっていう感じなので、本当その時間合間があればって感じですかね。マイファス本当にすることなくなってってなったらぐらいですかね。はい、あとはなんだろうな、
ゆうりチャンネルとのコラボ、ゆうりチャンネル、そうですね、今度あのやろうって言われましたよ、ゆうりに。いきなり LINE 来てなんか謎にまた出てよみたいなテンション感だったんで、いいよみたいな、ほんとなんか何も詳細聞かずに OK しました。なので近々上がるんじゃないですかね、きっと。まだ全然撮ってないですけど、多分あの彼の YouTube の速度だったらものすごい速度でこうバーって出ると思うので、撮っちゃえばすぐ出るんじゃないですかね。ああそう、パーマにしたんだよね、あいつね。なんかね、そう見ました。ですかね。あとなんだろうな。ノブは元気ですよ。出る気はギター弾いてるんじゃないですかね。おそらく。とはなんだろうな。フェスはそうですね、そもそもあるのかな、今年はありそうだけど、まあこれも本当にお声掛けしていただけたらって感じですかね。僕らが基本断ることはないので、もうなんだろうな、出させてもらえるんだったら、スケジュールが被ってなければバンバン出させていただきたいです。そうですね、あとなんだろうな、メンバーには会いますよ。むしろ明日あの撮影で一緒なんで、明日めっちゃ早いんですよ。そうメンバー4人での撮影なので、あのその時に会います。最新のツアーは何なんだろうな、最新のツアーとかライブはアベストかなになるのかな、からまあ言ってもすぐだと思うんですけど、20分30分ぐらいかなのものになるので、まあフェスのって感じですかね。なんかあるかな。オーラルとの対バンね、そうですね、ちょっと楽しみにしててください。いろいろきっと報告があるんじゃないでしょうかね。なんだろうな、なんかありますか。
告知なしで曲発表するときどのような心境なんですか？いや別に何もないですよ。こっちの心境としてはさらっと出して、誰がどんぐらいの時間でみんな気づき始めるかなっていうぐらいの感じですかね。ウーバーワールドさんは、まあそうですね、どうですかっていうか、まあ俺これ前も話したと思うんだけど、なんだろうな、俺らが決めれることじゃないからな。対バンとかフェス出るとか、それこそこう番組に呼んでもらうとか、俺ら主導でできるのはあくまで曲を出したりとか、自分たちのまあツアーを回るとかっていうことだけなので、誰かなかなか絡むってなるとその人のね了承も得なきゃいけないので、あの普通に先輩ですって感じです。ですかね。なんだろうな、対バンしてみたいアーティスト、対バンしてみたいアーティストか、誰だろうな、誰だろうな、あー見たいな、ライブ、台湾とはまたちょっと違うけど、ライブ見てみたいなと思ったのは、あのアドさんかな。なんかどんなライブするんだろうっていう、顔出ししてないよね確か、まだというかすんのか分かんないけど、なのでどんな感じなんだろうなっていう、どんな感じのライブするんだろうなと思って、ハイドさんはあのこの間今年入ってからあのご飯連れてっていただきました、二人でこうご飯食べようよって言ってもらって、でその前にライブも行かしてもらったし、パシフィコでやってたオーケストラのライブやってたんですけど、こうパッと見て、その時はあの挨拶とかなかったのでさっと出ちゃったんですけど、終わってから会うことはなく僕出ちゃったんで会えずに、で1月だったよね確か1月だったと思うんですけど、1月に一緒にご飯行きましたね。なんだろうな、顔出ししてないアーティストって、顔出ししてる側からしたらどうなんですか。いやめっちゃ賢いなと思いますけどね、あの賢いなっていうか、もし俺が今からあのなんだろう音楽やるんだったら顔出さないよなっていうから、すごいいいなと思いますけどね、この時代に特化してるなとは思いますけど、まあもはやなんだろうね、あの女優さんとか俳優さんとかモデルさんとか、あともはや音楽だけなのかな、音楽とか
まあ、絵描く人とか、まあ、アーティストだけなのかな、アーティストとかこうちょっと職人っぽい人とか、あの仕事は基本的に顔出さなくて成立すると僕は思っているので、まあなんだろうな、本当にまあそれこそ極論になっちゃうけど、音楽だけやりたいんだったら声だけでも十分だと思うし、曲だけでいいじゃんってなっちゃうし、でしかも PV だって別に本人出なくてもね PV として成り立つし、うーん、いろんな表現の形があるから、アーティストは基本的に出さなくていいんじゃないかなとは思いますけど、まあ、俳優さんとか女優さんとかモデルさんとかは自分の顔が出ないとやっぱね表現できないし、だからすごいまあ難しいでしょうけど、でもああいう人たちはやっぱりそれをすることによってこうやんややんや言われることもあるしね、なんかこう本当それこそ SNS っていうものができてから距離が近くなった分きっとそういう言葉も入ってきやすいだろうし、すごい大変な職業だなと思うけど、でもやっぱりそういうなんかこう嫌だなとかっていう思いよりも自分が何かを表現したいっていう気持ちの方が強いからこうやり続けているんだろうと思いますしね、すごいいいと思いますよ。だからまあ優しくしてあげてください皆さんみんなに、結構皆さん傷ついたりするので、パッと言う何気ない一言で、難しいよね SNS ってね、本当に。アシッドブラックチェリーのやすさん面識あるんですか。まあ面識っていう面識じゃないですけど、何度かそのそれこそハイドさんと大悟くんと一緒に同じ場にいさせてもらったことはありますよ。すごい、まあ先輩ですね。あとは何だろうな、病むことはありますか。最近なくなりましたね。あまり病んでもこう何かしらの方法ですぐ立ち直るようになりました。本当になんか強くなりましたね変わりました。なんだろうな、お、タクヤだ、タクヤがいるよ、みんな、なんかタクヤにコメントしてあげて、まだ見てるかな。
これこっちからあれ送れないのかな、送れないのか。送れないんだよね確か。招待するって何なんだろうな。たけやくんまだいますか。いなくなっちゃったかな。お、招待できんなこれ。本当だ。お、ユーリも見てんのか。今日ユーリも確かインスタライブしてなかった。ベテルギウス歌ってたよ、ずっと。あと、片思い？エメの片思い。歌ってたね。ベテルギウスいいなと思って聞いてて、エメになって、閉じました。なんか、ドヤ感がすごかったんで、ちょっと違うなと。ああ、拓也多分もういなくなっちゃったかな。招待って何なんだろうな。誰でも誘えるのかな。ユーリも出てくれない。撮影してんのかな。ねえ、誰か。誰かいてくれたらいいんだけどな。これそっちからじゃあ、あれだよね。誰が見てるとかわかんないんだよね、きっと。なかなか。あ、わかるな。すごくない？誰かわかるって人いる？わかる人いる？ゆうりくん見てるのは見えてるのね。なるほどね。あ、そうなの？人数の下に出るんだ。でもそれフォローしてる順とかじゃないよね、きっとね。
そうだよね。あとは何だろうな。誰かとコラボしてみようかな。悩み相談とか。何かありますかね。猫背いないもんな。あいついたらいいんだけどな。ルール・ザ・フェイト。ああ、ルール・ザ・フェイトもそうですね。あの、今、絶賛作ってます。多分。あの、今回はちょっと、細かく、いろんなとこ行けたらなと思ってるので、あのちょっとチェックしてみてください。お願いします。あとなんだろうな、なんかないですか。そんな別にないかな。悩み的な。ラーメン、ラーメンか。なんだろうな。むずい。ラーメン。逆に。なんかありますか。好きなラーメン。なんだろう、なんか話すことないかな。めっちゃトイレ行きたいな。アルバムはもう言ったでしょ。未発表の曲も言ったでしょ。あとなんだろうな。ルールのことも言ったでしょ。フェスのことも言ったでしょ。裁判のことも言ったでしょ。あとなんだろうな、アベストのことも言ったし、あとなんだろうな、
単発、紙ね。紙ね。まあ、いいよね。ちょっとさ、トイレ行ってきていい？ んで、その間に逆にみんななんか聞きたいことをこうバーって書いといて。そのもうすぐ戻ってくるから。OK？ ちょっと行ってきます。ただいま。あと今ちょっと待ってね、追ってくわ。ないんかい、聞きたいことそんなないんかい。ショートスリーパーですか？ショートスリーパーではないと思うんですけどね。でも5、6時間で目が覚めますね。と何だろうな。なんだろう。一人暮らし始めた当初気づいたこと。一人暮らし始めた時気づいたこと。いや、もう覚えてねえな。何年前だ、だって。もう、12、3年前でしょう、多分。12年前ぐらいか。なんだろうな。なんだろう。気づいたこと？家電の必要性じゃない。洗濯機、冷蔵庫のありがたみだよね。かな。息抜きするところは、するときは、なんだろうな、まあ、温泉行ったりとか。あと、なんだろうな、ちゃんといろんなことを話せる友達と、同業の人じゃなくて、いろんなことを話せる友達と、ご飯食べながら、
こう意見交換じゃないけどいろんな話してるときはすごいいいなと思いますね。スノボーも麻雀もしません。お酒もそんな飲まないかな。そんなっていうかもうご飯の時はもう絶対ほぼ絶対飲まないかな。お休みタイムですか。もうちょっとしたら寝よっかな。メンバーのうざいとこない。体動かしてる。動かしてないね。あの友達のジム行くぐらいかな。家系の好み、固め濃いめ少なめですかね。ちょっと多めだと油がねあまり得意じゃないんですよ。バレンタインは1個だけいただきました。あのなんかなんだっけな、なんか買った時にさりげなく入ってた1個ですかね。あの誰でももらえるやつね。今何歳？28歳です。9の年かな。もうオリンピック見てないな。ポケモンはやってね。最近完全忘れてたわ。なんでしょうね。なんでしょうかね。20代でやっときたいこと、なんだろうな。20代までにやりたいことか。ないな。もう割と全部やっちゃったな、やりたいこと。好きな女性のタイプは何ですかね。47都道府県ツアーね。そうね、すごいな。逆になんかいっぱい質問来たけどどん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 なんか単発的な質問しかなくなってきたな。大好きなアニメ。アニメあんま見ないんですよね。金玉見てますかね。とか、あと、なんだろうな。あ、今、キングダム読み返してます。結婚したら子供何推しですか？全然想像つかないな。
泥レンコンって何？犬飼う予定ないです。ラジオ出演ね。なんかオールナイトニッポンとかやりたいよね。あとなんだろうな。コミュ力の上げ方ね。どうやったら上がるんだろうね。俺も基本的に人見知りだし、なんか知らない人怖いし、結構なんだろうね、すぐ人のこと嫌いになるからね。だから俺は絶対コミュ力高くはないと思うけど、なんかもうなるべく気使いながら振り切って話し続けるってことですかね。まあ基本相手の話を聞いてあげてれば時間ってすぐ経つと思うよ。あとなんだろうな。マイバスで一番キーの高い曲はミリオンか。あとなんだ、なんだろう、そんな、ミリオンじゃないかな、一番高いのは。自分らしさを見失ってます。どうすれば自分らしさを出せますか。どうしたら出せるんですかね。基本みんな誰かの、なんかモノマネから始まってると思いますけどね。それがまあ自分らしさっつったら自分らしさだしね。かな。ポケモン何が好きですか。気になんないでしょ。そんなこと考えたこともないわ、逆に。あんまり知らない人に話しかけられたら、あんまり知らない人に話しかけられることってある？あ、こっちの記憶ではないけどってことかな。こっちの記憶でない人に話しかけられたらすぐ切り上げようとするかな。上がり症、慣れたらやり続けたりとかシミュレーションしまくったら多分なんとかなるんじゃないですかね。 TikTok 俺アプリ持ってないんだよな。持ってないとかダウンロードしたことないんだよね。だから未だに TikTok だけがちょっとよく分かってない。インスタはなんとなく分かってる。 Twitter もまあ、わかるよって感じ。あとなんだろうな。音楽とか芸能の仕事以外でやりたいこと。むずいなぁ。でも、芸能の仕事以外とか。なんだろうね、難しいね。続けられないからな、基本的に、すべてのことを。から、なんか自分がいいなって思う事業に投資したいとか、あとは、
なんか費用対効率いいなとか、投資効率いいなっていうものをピックして会社作ったりとかってことかな。好きな絵はありますか？絵はね、本当に俺はもうマジでわかんないから、なんか現代アートとか、ね、あの印象派とか、全然ちょっとわかんないので、何がよくて、何が良くないのかちょっとわかんないからね。でもまあ、いいと思ったものを買えばいいんじゃないですかね、自分が。絵は。まあ、絵とか音楽とか。最近大爆笑したことないな、あんまり。ステージから見た世界どんな感じ？体育館、学校の時さ、わかんない、でもこれみんなじゃないのかな。体育館の校長とかが喋るところに、喋って壇上で話す感覚に似てるよ。すごい。特に今とかは、みんな喋っちゃいけないし、次何言ったらいいんだろうみたいな感じ、すごい似てるよ。あの景色かな。基本ほぼ一緒。マジで。学校で、教壇の前立ってなんか発表するときとか、あれにめちゃくちゃ似てると思う。だからあれが、全然大丈夫って人、多分ステージ上がっても全然大丈夫だと思うよ。街中で声かけられるとき。いや、そんなないですね。話しかけられたらどうします？いや、普通に対応しますよ。普通に話しますよ。無視とかないでしょ。人として。から、まあ、できる限り、できることは。かな。エゴサしないね。なんか、さっきも言ったんですけど、やっぱみんなが好きなことを、こう、パッて、つぶやいたり、なんかこう書いたりできる時代になってるから、それに触れるのって良くないと思うんですよね、表現者の人が。絶対的に。プラスになるメリットはないというか、ポジティブ要素が一個もないから、と僕は考えてるんですけど、なんか、基本的に、こう、いいねってされてるか、良くないってされてるかの二極化じゃないですか。したら、まあ、いいねっていう意見に対しては、って思うと思うんですけど、別にもはやいいねって思ったっていうその感想にさえも何とも思わないと思うんですよね。そのエゴサしても。だから、悪いねって見た時の方がダメージ多いと思うし、なんかわざわざそれを見たからってきっと何か作る方向性が変わるわけじゃないと思うし、むしろ別にみんなに好かれるなんて無理なんじゃないかなと思ってるので、基本僕はしないですね。てかしない方がいいと思うよ。基本。なんだろうな。地方巡り。いや、したいよね。
本当に、それこそ、もっと落ち着いて、どこでもいいよってなったら、いろんなとこ行きたいな。顔に見覚えがあるとき。まあ、パッと切り上げるかな。眠グッズ、なんだろう、何も使ってないな、別に。いい親ね。まあ、全部を決めすぎるのは良くないと思うし。なんかこないだ話してた子で、なんだっけな、なんか自分の親があんまりしっかりしてなかったから自分もいい親になれるか心配っていう子がいたんですけど、なんかそれってもはやもう答えだなと思って、自分でもう答え言ってるじゃんと思ってて、いい親じゃなかったって思ってるのに自分がそこまで成長できてるのであれば、もはやいい親だった場合いい子になんないんじゃないかなっていう逆説もあったりして、すごい難しいんですけど、これ、もはや定義にもよるし、親子って言ってもやっぱりなんだろうな、ほんと親しき仲にも礼儀ありじゃないけど、ちゃんと相手の気持ちになって立ち返ってあげないと、子供だからっていうそのもう見下しの目線が入ると子供は一気にこう反骨精神むき出しに出してくるし、自分も絶対そうだったんでしょうけど、だからまあ別に親子とか友達とか恋人とかっていう関係性じゃなくても、なんかこう気遣ってあげるとか、これ言われたらどう思うかなとか、自分だったらどう思うかなっていうのを考えてあげる人が僕は人間としてすごい魅力的だなと思いますけどね。プロデュース企画順調ですか？順調ですよ。はい。おかげさまで。いい感じです。そして、ちょっとまた、違うプロデュースしたいなと思ってるんですけど。なんかそうだそうだ、それこそさ、それこそなんか、なんだろう、みんなの中で映像とか、やってる、人とかっているのかな、映像とかっていうか、まあ PV を作ったりとか、まあそれこそ今なんかなんだろう、 TikTok とか Instagram とかでいろんな動画作れたりするじゃん、簡単にパッと。だから普通にこういう業界にいるとかじゃなくても結構いろんな人がいるなと思ってて、なんかみんなの中でいるかなと思って。お、拓也いんの？たくや、なんかコメントちょうだい。
いなくなっちゃったかな。残念。でもまあ多分コラボできる状況じゃないんでしょう、きっと。そうそう、なんか、みんなの中に映像を作れる人とかいたら、そういう人でオーディションしたいなと思ってたんですよね。なんかね、ちょっとそういうやつやろうかなと思ってるので、もし機会あれば何か言ってください。タクヤとかユーリがいないことに落ち込みすぎだから、そもそも。もっとラフな気持ちでいいのよ、インスタライブなんて。そんな、ちょっとなんかそういう映像のことはやろっかなと、そういう機会があれば思ってるので、なんかクリエイティブなことできたらなと。うわ、この人センスやばいなみたいな人ね。がいいなと思ってるので、だからなんかオーディション形式みたいなのして、例えばよ、なんか俺らの、じゃあパラドックスとか、まあなんだ、アンダーグラウンド、まあアンダーグラウンドもあるからダメか、なんかまあパラドックスとかそういうのを一曲どうやってもいいですみたいな。まあ俺らが演奏してもいいし、演奏しなくてもいいし、だからその PV において必要なもの、必要な素材を考えて、なんかこう作れる人がいたらなっていう。でその3分ぐらいのやつを見て、うわこの子センスやばいねっていう子をピックして、もうずっと MV 作ってもらうとかね。大体答え終わったかな。まあすごい難しいんだよね、これセンスって。日本だと難しいのかなと思うけど、そうだね、キングヌーみたいな、ああいうチームね。キングヌーの
チームにも一回取ってもらったことあるんだけどね。んな感じですかね。あと特にはないですかね。全部答え終わったかな、大体。では。そうですね。まあ、新曲が出たタイミングだったので、ちょっとラジオ的にインスタライブやってみました。なので、またまたタイミングがあれば、やろうかなと思います。なんかこう、内々向けに。できたらなと思うので、またお付き合いください。ありがとうございました。では皆さん、おやすみなさい。